平野翔、ライブ中にイヤーモニターを何度も調整、その理由とは平野翔、まさかのイヤーモニタートラブル。宮城公演2日目で何が起きた ?No. アンダーライン・アイライブツアーナンバーワン2024年の No. アンダーライン・アイライブツアーナンバーワンの2日目、宮城公演で観客が注目したのは、平野翔のイヤーモニターの調整に関する出来事でした。 ステージ上での華麗なパフォーマンスの最中、彼は何度もイヤーモニターを触り、観客との交流中でもその姿勢を崩さなかった。この光景に多くのファンが疑問を抱きました。なぜ平野翔はあんなにも頻繁にイヤーモニターを調整していたのか、これは単なる小さなハプニングなのか、それともステージパフォーマンス全体に影響を与える大きな問題なのか。ここでは、この出来事についての詳細を深く掘り下げ、 その背後にある可能性のある理由や影響、そしてステージパフォーマンスの挑戦について考察していきます。イヤーモニター、またはインイヤーモニターと呼ばれるこの装置は、ライブパフォーマンスにおいて非常に重要な役割を果たしています。これにより、アーティストは会場全体での音響環境に影響を受けず、自分自身の声や楽器の音を正確にモニターすることができます。 ライブ会場は大規模になるほど、音の反響やディレイ、遅延が発生しやすくなり、これが原因でアーティストが自分の歌声をうまくコントロールできなくなる場合もあります。したがって、イヤーモニターはアーティストにとって、正確な音を届けるための命綱のような存在です。平野翔がステージで頻繁にイヤーモニターを調整していたことは、単なる個人的な不便さではなく、 彼のパフォーマンスに直接的な影響を及ぼす可能性があります。特に彼のように、歌唱力やダンスパフォーマンスに非常に高い期待が寄せられているアーティストにとって、音のモニタリングが不十分であることは、大きな問題です。音響のバランスが崩れると、自分の声が聞こえなくなったり、他のメンバーとのハーモニーが乱れる可能性があります。それは観客には直接見えない裏の問題かもしれませんが、 アーティストにとっては重大なストレス源となります。なぜこのようなトラブルが発生したのかについて、いくつかの仮説が考えられます。まず考えられるのは、技術的なトラブルです。イヤーモニターが電波を使用して音を送るため、会場内での電波干渉が原因で音が途切れたり、ノイズが混ざることがあります。特に大規模な会場や屋内でのコンサートでは、多数の無線機器が使用されるため、 これらの聞き同士の干渉は避けられない問題です。もし電波干渉が発生していた場合、平野翔は自分の声を正確に聞くことができず、結果として頻繁にイヤーモニターを調整する必要があったのでしょう。もう一つの仮説は、モニタリング音自体に問題があった可能性です。ライブ中、アーティストは自分専用のミックス音のバランス調整をイヤーモニターで聞いていますが、 このミックスの設定に問題があれば、音がクリアに聞こえなかったり、必要な音が大きすぎたり小さすぎたりすることがあります。もしモニター音が不快な状態であれば、彼はパフォーマンス中にもその問題を解決しようと試みたのかもしれません。さらに、ステージ上の物理的な要因も考慮すべきです。ライブパフォーマンス中、特にダンスが激しい場合、イヤーモニターの位置がずれてしまうことがあります。 平野翔のパフォーマンスは、エネルギッシュでダイナミックなダンスが特徴的です。そのため、踊りながらイヤーモニターが耳から外れかけたり、フィット感が失われたりした可能性も考えられます。これが原因で彼が何度もイヤーモニターを直す必要があったのかもしれません。このようなイヤーモニターのトラブルは、単なる技術的な問題として片付けられることもありますが、 ステージ上でのアーティストの心理状態にも大きく影響を与える可能性があります。ライブはその場の臨場感やエネルギーが重要ですが、技術的なトラブルが起きると、アーティストの集中力が途切れたり、パフォーマンスに不安を感じることがあります。特に平野翔のようなカリスマ的なアーティストにとって、完璧なパフォーマンスを提供することが使命であり、その責任感から来るプレッシャーは計り知れません。 彼がイヤーモニターの問題に直面しながらも、観客に対して最高のパフォーマンスを維持し続けたことは、彼のプロフェッショナリズムと強い精神力の証と言えるでしょう。ここで考慮すべきもう一つの重要な点は、観客とのコミュニケーションです。ライブパフォーマンスにおいて、アーティストが観客と直接的に交流する瞬間は、ファンにとって特別なものです。平野翔は、 イヤーモニターの問題にもかかわらず、ファンとの交流を続け、笑顔を絶やさずにステージを進めました。これこそが、彼の持つプロ意識とファンへの深い愛情を示す一例でしょう。彼の誠実な姿勢は、技術的な問題を超えて、ファンとの絆をより強固にしたに違いありません。このような技術的なトラブルは、ライブパフォーマンスの裏でしばしば発生するものであり、 アーティストにとって避けられない挑戦の一つです。しかし、そのような困難を乗り越えるためには、チームワークと準備が欠かせません。平野章のステージ裏では、技術スタッフや音響エンジニアが彼のパフォーマンスを支えるために尽力していたことでしょう。ライブは一人のアーティストだけで成り立つものではなく、背後には多くの人々の努力が詰まっています。技術的な問題が発生した際にも、 迅速に対応し、パフォーマンスをスムーズに続けるためのチームの協力が不可欠です。また、このような出来事を振り返ると、ライブパフォーマンスにおける予期せぬ出来事との向き合い方についても考えさせられます。どんなに綿密な準備をしても、リアルタイムで起こるライブには予測不可能な事態がつきものです。その中で、アーティストがどのように対応し、 観客にどれだけ影響を与えないかが真のプロフェッショナリズムと言えるでしょう平野翔はこのイヤーモニターのトラブルにも冷静に対処しステージ全体を無事に成功させましたその姿勢はファンだけでなく同業者や後輩アーティストにも大きな影響を与えることでしょうさらにこの出来事は現代の音楽業界における技術的な進化とそれに伴うリスクについても考えさせられます イヤーモニターや無線技術は、ステージパフォーマンスを劇的に向上させる一方で、技術的なトラブルが発生すると、その影響は大きく、パフォーマンス全体に波及します。今後、音楽業界はさらなる技術革新を追求しつつ、こうしたリスクを最小限に抑えるための対策を講じることが求められるでしょう。アーティストがより安心してステージに立てるよう、技術の進歩とともに、 サポート体制も強化されることが期待されます。平野翔のイヤーモニター事件は、表面的には小さなハプニングに見えるかもしれませんが、その背後にはライブパフォーマンスの複雑さや、アーティストと技術の関係、そしてプロフェッショナリズムの本質が詰まっています。彼がこの困難を乗り越え、観客に素晴らしいパフォーマンスを提供したことは、彼の実力と経験、そして強い精神力の表れです。 ファンにとっても、この出来事は彼との絆をさらに深める瞬間となり、彼の今後の活躍に対する期待はますます高まることでしょう。